俺の区間は AWM。はい、どうも、スコレです。今回はですね、進撃の巨人コラボ来ましたね。はい。そんな中で、進撃コラボ、ガチャの方も実装されておりますので、ガチャですね。今回ちょっとこちら回していこうかなというふうに思います。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれども、早速課金の方はしてきておりますね。で、なんかね、下のコメントのところに、やたら荒野奪還戦って打ってる人たちがいるんですよね。これなんかもらえるんかな？荒野奪還戦で。荒野奪還戦と。これ一回コピット効果、念頭するかもしれないんで。もらえる？がっかりしないで次は当たるかもよと。え、これなんかもらえる？また。いいじゃん、これ。またこうやってもらえるようなイベントがあるわけやね。ああね。これであって感じのやつか。これもまたなんかあれかな。金券もらえる的な、そんな感じのやつ。じゃ、とりあえず、先これちょっと連投してみましょうかね。連投して何がもらえるのか見ていきましょう。ああね。これ前と同じかな、多分。最終的に金券になるみたいな。はい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 。こっからはなんか金枠のアイテムが金券以外で出たっていうのは聞いたことないんで。まあ。もらえるものはこれもらっときましょうかね、ここで。はい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 。ああ、これ、あれなんだ。中身一応、進撃の巨人のガシャみたいな感じになってるわけね。なるほど。あとこれと、なるほどね。と、これね。はいはい。ああ、もうほんとなんか、ガチャの外れって感じだな。これと、これオレンジ枠とか金枠とかこれ出るんかな？これね、いつものハズレっすよね。はい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 。はい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 。はいはいはい。いつもの、マジでいつものハズレ。これとね、なるほど。これもね、これ、マジでなんかいつものハズレって感じ。ここからね、なんかいろいろ引きましたっていうのを聞いたことないからね。あーで、これで何もメッセージ出なくなったんで、限界って感じですかね。金券は出ないんだ、じゃあ今回。頑張ってね、次は当たるかもよっていう風に今まで出ていたんですけれど、出なくなりましたから、出なくなったら打ち止めって感じですね。はい。で、プラス今回ですね、10連配布が来てるんですよね。無料で受け取れる1200金券相当の限定パックみたいなのが来てますね。これ1デバイスにつき1回受け取り可能みたいですね。これは後日継承しましょうかね。一応引いとこう。これで、あ、普通にこれガチャがもらえるって感じなんだ。これでかくないガチャもらえるの。ね、先回すか、10連だけ。ね。ああ、なるほどね。こんな感じで。一応こっからね、金枠アイテム普通に出るらしいんで、確認はしてるんですけれど、この辺もおちおち検証していきたいですね。で、プラス今回のガチャの方やっていきましょう。今回のガチャですね。10連の、特典と、あとですね、パックがあるんですよね。はい、お得パック。どっちの方がいいんかな、今回。ちょっと計算してみますね。まず、10連特典だったら、今回僕6000金券ぴったり回すんですけれど、6000金券ぴったり回すと、だいたい1万円分ですね。で、まず、50回ですね。金券分で50回回せます。50回足す、得点がですね、1個、3個、5個、7個、10個まで手に入りますんで、26個ですね、得点が手に入りますね。なんで、76回10連得点だと回すことができるんですよね。で、パックの方だったら、60、380、680の1280、1980のですね、5つのパックがあります。このパック、額全部合計すると、4380ですね。で、4380-6000は、1620金券残るわけですね。はい。で、ちょっと一回、普通のガチャの方戻ります。1620金券で引ける普段のガチャの回数っていうのはですね、13回ですね。はい、13回引くことができますね。13回プラスの10連特典の1回分がついてきますんで、ここで14回ですね、まずガチャが引けるわけですね。プラスさっきのパックの方ですね。パックの方だとアイテムガチャの方ですね、進撃のガチャが47個入ってますね。47個。なんで進撃のガチャに限ってはパックだったらですね、61回引けるという風になるわけですね。はい、76回と61回どっちの方がいいのかなって感じです。こっちのパックだったら、栄光勲章もついてきますんで、その分お得になるって感じですね。はい。栄光勲章が13個ですね、ついてきますので、ガチャの回数合計して74回ですね。あ、じゃあパックの栄光勲章を含めても、普通に10連特典使った方が引けるガチャの回数は多いんですね。じゃあ今回は僕10連特典を使って、ガチャの方ですね。早速回してみようかなというふうに思います。普通に、荒野、引退します。お疲れ様でした。引難大手記と、OK です。今回もね、引退宣言使いながら、回していこうかなと。単発では回しません。10連で回します。あとでね、ダイヤガチャも今回実装されてるんで、それも回してたいからですね。はい、OK です。じゃあガチャの方回していきましょうかね。こちらの方。じゃあまず10連目、回していきます。演出があるんや。スキップでいいだろう。ああ、なるほどね。いろいろ、荒野の調査兵団とかあるんだ。オレンジ枠で、今回金枠のマントとかも結構入ってるんで、
そっちも楽しみっすよね。はい。優秀討伐。何優秀討伐って。ああ、優秀討伐したら金幕が出るってことね。確定演出があるわけだ。でも、靴なんだよな。で、30レベル回します。ああ、これで、わかるわけだ。ね、確定演出があるわけだ。あ、優秀討伐があったら金幕だろ。ああ、なるほどね。そこ。そこか。なるほど。服いっぱい出るね。これ回します。次、40連目かなって。これ出てないと。うん。優秀討伐出てないからですね。で、これ50連目。いや、でもこれ確定演出出るようになったら、まあ、でかいっすよね。なんかわかりやすい。あ、また金幕出た。ねえ。パラシュートキャンディー違うよね、違うよね。もう靴じゃねえか。しかもこれ被ってない靴。ねえ。そこが被るんだ。あ、これ最後か。50連だったもんな。で、得点も受け取っときましょうか。金枠3つ出ましたね、一応3つ出ましたね。うん。まあ、いるのかって言ったらなんか、いらない金枠だったんですけれど。一応まあ、金枠も出やすいっていう感じで参考にされてみてください。で、最後全部回していきますね。これで、ミカサ。え？いや、え？あー、なるほど、なるほどね。影の代理人のミカサね。びっくりしたわ。全然ミカサじゃねえんだと思って。OK です。まあ、金枠ね。一応出ますんで、はい。皆さんよかったらね、回されてみるといいと思いますね。で、最後、あと、ガチャの方ですね。ダイヤの方回しましょう。結構僕溜まってますからね。はい。あ、そういえばさっきの金枠確率見てなかったですね。確率が 3% です。3% あるんで結構当たると思います。車両の確率も結構優秀なんで、今回回してみるといいと思いますね。ピックアップ入ると 0.15% 超えるってのは結構でかいんで、まあ、この確率ね、活用しながら回していくといいと思いますね。はい。まあ、どの部位もですね、0.1% 以上確率ありますんで、まあ、今のようにから出やすいっていう風になってますから、よかったら出されてみてください。で、ダイヤの方もね、引いていきましょうかね。はい。あとですね、まあ、ごめん、あともう一個あった。特典があるんですよね、今回ね。交換ショップってのがあって、まあ、今回50回もらってます。1回引くごとにね、特典コインが1枚もらえまして、まあ、交換ができるっていう感じですね、コインとの。はい。50枚でなんかこれ交換できるものあるかな？マントぐらいじゃない？訓練兵団マントとか、そこら辺ぐらいだよね。まあ、賞味ね、チケット交換があるから、そんなに欲しいアイテムないんだよな。あと5回で、青マント一応買えたんだ。そんなでもいらんけど、なあ、ほんと。うん。ガチャ交換しようか、普通にや。無難にガチャ交換しよう。別にそんな、こだわりがあるわけではないんで、ガチャ交換しておきましょうかね。これで追加で合わせていきましょう。はい。はい。OK です。いい感じですね。はい。で、あと、まあ、ちょっとダイヤガチャ行く前に、また違う話になって申し訳ないですけれど、チケット交換ね、これもちゃんと追加されてます。今回はですね、ちゃんと、まあ、立体軌道と緑マントの方交換できますんで、これ最後の交換っていう風になってますから、皆さんね、ぼちぼち交換しておいた方がいいんじゃないのかなと思うんで、しておきましょう、とりあえずね。こうやって金枠のアイテムがきちんと交換できるというわけですね。はい。で、じゃあ、さっきも言いましたけれど、最後ダイヤの方回していきますね。もうこれバイクとかが入ってるんですよね。うん。なんで結構使い道はあるっていう感じです。折れ付け増やしたりとか、あとまあ金付け増やしたいですよね。で、最後回していきましょう。ここからは長くなるぞ、マジで。ここからはな、だいぶ長くなると思う。これも勲章とかね、トレクンとか入っとったらよかったんだけどな。一応まあメインはバイクだけっていう、そういった具合ですね。はい。ああ、来ました、バイク。リバースなんだ。前のプリズムリバースの違う色のバージョンみたいな感じなんだね。なるほど。訓練兵団なんだ、あれで。ね。どんな色？ね。ピンクじゃなかったと思うけどね。訓練兵団ってね。うん。
終わりましたね。今回出たの、オレンジ枠のバイク1台か。まあ、しゃーないっちゃしゃーないんかな。俺なんか、あと、累計ガチャエネルギーで溜まってますね。これもらえる？もしかして。あ、もらえるんだ。憲兵だ。なるほどね。あ、そういう、あれがあるわけだね。600回回したら1台もらえるんだ。あ、じゃあもう今回ダイヤガチャ回して損はないっていう、一応そんな感じですね。拡張ないよね。プリズムリバースだけど。あるんかな、ショップの方とか。拡張ね。神秘ショップ見てみよう。乗り物。さすがにないよね。あ、ない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 。普通に1段階目のみのプリズムリバースの限定色っていう、そういった具合ですね。はい。ほい。優秀討伐。何、優秀討伐って。ああ、優秀討伐したら金幕が出るってことね。演出があるわけだ。あ、優秀討伐があったら金幕だろ。ああ、なるほどね。そこ。なんかわかりやすい。ああ、また金幕出た。ねえ。パラシュートキャンディ？違うよね、違うよね。ああ、もう、キャンバラー！